この度の衆議院選挙におきまして、我が党は公認候補を擁立いたしました11の小選挙区のうち、7小選挙区で惜敗をし、4小選挙区で、当選、比例区は20人の当選にとどまり、合計24議席と公示前の32議席を割り込む、大変に残念な結果となりました。公明党に対して深いご理解とご支援をお寄せくださった国民有権者の皆様、とりわけ超短期決戦の中、最後の最後まで血のにじむような奮闘を続け、公明党を大きく押し上げてくださった全国の党員支持者の皆様、創価学会員の皆様に心から御礼を申し上げます。関谷下小選挙区や公示前より議席が減った比例ブロックでは、いずれも多くのご支持をいただきながら、議席獲得に結びつけることができませんでした。逆風を跳ね返すと自身の力量が足らなかったと言わざるを得ません。今回の選挙結果を真摯に受け止め、次は必ず勝つとの決意で、県と従来を期してまいりたいと思います。また今後でありますけれども、今回の選挙の総括をしっかり行うとともに、党再建に向けまして、新しい体制構築も含め、よく党内で相談をしていきたいというふうに考えております。私から冒頭以上でございます。それでは、ご質問については会社名を名乗っていただきまして、挙手の上で、お願いしたいと思います。どうぞ。私の岡部です。新しい体制を構築を含め党内で相談していきたいということですけれども、ご承知のことで検査隊石井代表のこの進退はどのように考えましょうか。はい、それも含めてよく相談していきたいと思います。他いかがでしょうか。はい、加算で伺います。石井代表も本人が落選されたわけですけれども、国会議員ではなくなってですね、公明党代表を続けることが現実的に可能かどうかの認識をお願いします。国会議員だけなればね、代表を続けるといういろんな困難が伴いと思いますから、そういったこともよく含めて、検討したいと思います。はい、どうぞ。共同通信の小田でいます。よろしくお願いします。今回も自公を過半数割れとなりまして、今後他の野党への呼びかけ重要になってくるかと思いますが、今のところどの政党を念頭において協力を呼びかけていくのが望ましいか、代表の考えを伺います。昨日もですね、複数の政党から、自公に協力するつもりはない、連日に案内加えるつもりはないと、こういう発言が相次いでいると思いますので、そういったことも、そういう状況かなというふうに思っております。直ちに、この自公の連立に、加わっていただくのは、難しいかもしれませんけれども、いずれにしろまず特別国会で主犯指名がありますから、そこでしっかりと自公連携をしてですね、まずは主犯を取りに行くと。自民党さん比較第一党でありますし、その上で、その時点で、自民党のね、総裁の名前を書いていただけるような党が出てくれば、それは大いに期待ができると思いますし、仮にそうでなかったとしても、今後、案件ごとにね、よく協力をしていくということは、当然あり得ると思います。他、いかがでしょうか。じゃあ、北海道新聞の高野です。ご自身の埼玉14区での、選挙結果についての受け止めとですね、敗因についてどのように考えますでしょうか。はい、
まあ、これは、まあ、端的に言うともう私の力不足によるものということもが全てでありますけれども、まあまあ、バックグラウンドとしてはやっぱり政治と金の問題で、まあ、厳しい、逆風であったという環境条件もあったと思います。はい、どうぞ。西日本新聞の小川といいます。今ちょっと関連しますが、非公認、自民党が非公認とした議員に対する推薦のですね、これが全体的な結果に与えた影響をどのように見られていくかというのと、これ自体が、まあ、成功だったか失敗だったか、もしお考えあれば聞かせてください。まあ、なんていうかですかね、定量的にその影響を分析するというのは難しい状況ですけれども、まあ、全く影響がなかったとは申し上げませんが、まあ、これは従来からって言うんですかね、まあ、基本的に、まあ、自公としては議席を最大化をするということでいろいろ連携をしてきたということがありますので、まあ、そういった状況を踏まえて、まあ、今回の問題が起きた、まあ、区裁の問題が起きてですね、それを党員支持者の皆さんがどういうふうにお考えになって納得をされているのか、まあ、そういったことをもとに判断をして、まあ、決めたということでありますので、まあ、これは党本部が主導してですね、やったわけではありません。あくまでも地元の納得の上でやっているわけですから、まあ、これは我々としてはそういう方向でやってですね、過ちではなかったというふうに思っています。毎日新聞の野間口です。今の問題に関連しますが、見方によってはですね、小選挙区はその7つ落としたが、比例区については3議席限定とどまったという見方もできると思います。このあたり、その今まで自公で選挙協力で公明党も小選挙区を一定程度立ててきたわけですけれども、今後この戦い方のに変化というのもあり得るというふうに現状お考えでしょうか。いや、それはありませんね。私自身もまた埼玉14区で、県と従来を期すつもりですから、まあ、その前提となるのはやっぱりしっかり自民党さんと連携してやるということでありますので、まあ、今回はね、たまたまね、たまたまって言いますか、記載の問題で、まあ、ですから小選挙区は与党の代表として出る、まあ、自公の代表として出るという形ですから、まあ、公明党はこの記載の問題に全く関係ないんだけど、やはり、まあ、与党という一括りの中でやっぱり、見なされる。で、比例区の場合はこれもう本当に政党単位でやってますから、ある意味で自民党さんもライバル、比例区の場合はね、ですからおのずと違いが出てくるんじゃないかなと思いますね。だからといって、今回の小選挙区の結果を見てですね、我々がその撤退、小選挙区で撤退をするということはありません。通信社の参加です。今のところにも絡むんですが、先ほどの埼玉14区でも県と従来を期すということですが、改めて確認ですけれども、今後もその埼玉14区で、まあ、当選を目指して活動されていく、その機会があるかという点と、あとまたその今回の今の前の質問にも絡むんですけれども、小選挙区でこういう、まあ、結果になった、まあ、原因として、ただその自民党さんとの2000万円の支給の問題とか、そういったことがどの程度影響があったのか、改めて考えて、はい、県と従来を期すというのはもう解説しなくてもおっしゃっていることは分かっていると思いますので、今さら繰り返すことはありません。まあ、全般的に、まあ、記載問題が、ね、与党側にとって逆風でありましたけれども、まあ、最終盤に来て2000万円の問題、まあ、特にそれが非公認の支部長の選挙活動に使われるかのように受け止められてしまったことは非常に、大きなダメージになったというふうに思います。はい、じゃあ先に奥の、
テレビ朝日の大石です。ちょっと関連してなんですけれども、小選挙区の件についてお伺いをしたいんですが、前回の衆院選では9つの選挙区に候補者擁立されたと思います。で、今回11位の選挙区に擁立をさせていて、見方としてはその候補者が小選挙区増えたことで力がこう分散してしまった側面もあるのかなというふうにお見受けするんですけれども、代表として選挙区広げてこう目標を高めて取りに行ったことが今回の結果にどのような影響があるというふうにお考えでしょうか。今回は、タイミング的に、与党に逆風が吹いてたので、小選挙区も、11調査して4つしか取れませんでしたけれども、もともと289ある小選挙区で9つしかやってなかったというのは我々にとっては、あまりにも少なすぎる党の実力からすれば、ですからなんとか小選挙区を増やしたいと思ってたわけですよね。で、10増10減、増やしたいと思っても、その小選挙区で自民党の当選者がいる、比例復活も含めて、そういう状況の中にその人を、追いやってまで、我々がやるっていう、そこまでは考えてなかったんですけども、10増10減ということで、増えたところは自民党の現職がいない小選挙区が必ず生まれますから、そこを我々は小選挙区にある広げる、チャンスだということで、これをやってきています。ただこれを広げ、9つを11にしたからといって分散したってことは特にないと思いますね。例えば埼玉は、北関東エリアですけども、これ初めてやると。で、愛知16区も、ここは、東海エリアで初めてやるということで、今までやってなかったところでやるということですから、なんか分散された云々ってことはないと思います。北海道新聞の高野です。先ほどの質問に重ねてなんですけれども、進退については今後、内部で話し合うということだったと思うんですけれども、ご自身の意向といいますか、意欲といいますか、そこについてはどうお考えでしょうか。意欲というか、さっき NHK の青木さんがおっしゃってくれたような、バッジをつけてないとね、なかなか、いろいろ不都合というか、そういうこともありますから、そういったことも踏まえて検討する。先ほどお答えをしたつもりであります。じゃあ、共同通信の方です。関西の結果についてお伺いしたいんですけれども、大阪で全敗、兵庫では2勝ということで、今回その結果の率直な受け止め、維新の会と全面対決したわけですけれども、その結果への受け止めをお願いします。そうですね、維新は、大阪はやっぱり強いなというのが、率直なことですね。ただ大阪以外、全国政党化を目指しているようですけど、そこはなかなかね、難しいというか、そんなに広がっていない。ただやっぱり、本拠地、大阪には本拠地ですからね、そこではやっぱり、かなり強かったなという印象がございます。初めての方は、すみません、産経新聞の話です。今の話ともちょっと関連するんですけれども、今回小選挙区で落選が相次いだことで、比例重複を今回しなかったという選挙戦略が、これは結果トップになってしまいますけれども、比例重複かけていれば戻ってこれた先生方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、それについてはどう思っているんですか。皆さんもご承知のとおり、私どもは比例は比例でしっかりと候補者を立てて運動してます。で、重複するってことは、その比例で運動していること人をこうのけてしまうっていうことになりますから、それはね、従来から小選挙区は小選挙区、比例は比例という運動をやってますから、そういった運動のあり方からすると、それぞれで当選を目指していくということが今までの歌だったわけですね。何年前、15年前か、民主党政権ができたので、厳しい結果だったけど、そういうことは時々はあると思うんだけど、基本はやっぱり小選挙区は比例は比例ということかと思います。
毎日新聞の野口です。先ほど の維新との関連なんですけれども、今後その与党で過半数割れした以上他党との連携が必要になってきますが、その関西で全面対決した維新との連携については現状どのようにお考えになっているのかということ と国民民主党がですね、今回公明党を抜いて28議席になったわけですけれども、この躍進についてはどのように分析しておられるかというのをお願いします。はい、維新の馬場代表もね、自公と一緒にやることはないというふうにおっしゃってますから、そういう事態は想定をしております。で、国民民主の躍進についてはもう少しよく分析をしたいと思います。はい、じゃあ。失礼します。公明党今年結党60年の節目になりますけれども、新体制がですね、目指すべき党の姿、あり方についてお考えになりました。党の姿、あり方、60年ということで言えば、これまでも言ってきたように、還暦ということですから、原点に戻るという大きな意味がありますので、結党の原点をもう一度しっかり確認をして、それを、元にまたしっかりと再スタートしていくということがあると思います。でその上で、当面来年の東京都議選、参議院選挙と大きな戦いが控えていますから、そこに向かって、勝利できる、そういう体制を構築していきたいと思います。はい、どうぞ。たびたびすみません、西日本新聞の方があります。ちょっと細かいことになるんですが、選挙戦の終盤でですね、2000万円の問題が出た後あたりから、代表の街頭での演説で、これまで政治改革をリードするというふうな訴えをしながら、旧民主党のそのお金の問題、政治のお金の問題を取り上げて、その時の方がひどかったというような発言もあったと思うんですけど、その点がなんか自民をかばっているようにも見つかるんじゃないかなと思ったんですが、選挙戦でもし党としてですね、反省すべき点がどういうところにあるかっていうのを聞かせて。はい、そこはこれからよく今回の選挙全般を総括する中でね、振り返っていきたいというふうに思います。じゃあ最後、その次の続きからありました、どうぞ。新社からです。今回その小選挙区の結果を受けて、その埼玉14区、その愛知、16区 のいわゆる新設区については今回議席を得られませんでしたけれども、改めてその今回その共同重点の新設区で、次回の衆院選ではその東京でも新たなその小選挙区を変えるようという意図を調整する予定だと思うんですけれども、その今後もそういう小選挙区を拡大していくという方向というのは変わらないのかというと、あとその東京の県についてはこれから調整を進めるお考えなのか、改めて思います。はい、先ほど申し上げたように、我が党の実力からすれば今小選挙区の数はあまりにも少なく、11になったけどまだ少ない、289小選挙区のうち11しかないわけですから、これからもチャンスがあればそれは、広げていくということですね。で東京の、2つ目については、これは昨年、東京で選挙協力が非常に、暗礁に乗り上げた時にですね、最終的には当時の山口代表と岸田総理との党首会談で決着をして、今回の選挙の後、次の選挙は、それで2議席やるように、これは自己停止会と取り組むということが、決定していますので、そういう方向で、やっていきたいと思います。